トニー・ランドールはアメリカ合衆国の俳優である。1920年、オクラホマ州タルサに生まれる。ユダヤ系の家庭で地元タルサの高校へ進学。高校を卒業した後はノースウェスタン大学へ進学するが1年で中退して、ニューヨークへ渡り、ネイバーフットプレイハウスで演技を学んだ。その後、マサチューセッツ州のラジオ局で、 アナウンサーとして働き始め、第二次世界大戦が始まると軍に従軍して戦争へ出兵している。退役後は再びニューヨークへ戻り、役者としてブロードウェイ部隊などへ出演した。しばらくは舞台で経験を積み、1950年代初頭からテレビで活躍するようになった。1957年に、オー・メン・オ w ウィメンで映画デビュー。その後は、 映画とテレビの両方で活躍し、幅広い層から人気を得た。その後もコンスタントに出演作を増やし、特に1970年から放送された、テレビドラマシリーズ、おかしなカップルの主人公、フェリックス・アンガー役でも知られている。同作品への出演で役者としての地位を確固たるものにした。1975年には、同ドラマへの出演で、 プライムタイムエミー賞のテレビ部門の主演団優勝を受賞しているほか、映画作品への出演では1958年から1983年までの間にゴールデングローブ賞に6回ノミネートをされた。1976年には自身がホストを務めたテレビ番組、トニーランドール賞も放映され、1978年までの2年間で44エピソードが放送された。 また1990年に出演したジョーダンテ監督のグレムリン二芯、主、丹、タン生では劇中に登場する喋るグレムリンの声も担当している。2004年5月17日にニューヨークにある救急センターにて冠動脈大動脈バイパス移植術を受けていた際に急性の肺炎により死去。84歳だった。ありがとうございます。